はい、今度はですね、数研出版のコネクト数学 2B のですね、146ページの43番の問題ですね、これからちょっとやっていこうかなと思います。で、どんな問題かっていうと、次のような等比数列の和 S を求めると。まあちょっと見ていきましょうか。初項が、あれ書き間違えてるぞこれ。初項は3じゃんね。3で項比が2で項数5で、初項が5、項比が1、項数8ね。 OK ね。なんか上の問題と書き間違えてるね。じゃあとりあえず S の5で計算していけばいいですよねと。で、公比がマイナス2なんで、まあ、こんな形にしてあげて、初項が3で1マイナスマイナス2の5乗、これ中括弧か。で考えていくと、これ3分の3になるんで、1マイナス括弧マイナス2の5乗っていうふうになるので、そうすると2の5乗って32で、マイナマイナでプラスになるから33になりますよね。だからこれがまあ答えになるかなというところですね。うん、次ですね、 S8 になりますね。で、公比が1だから、公比1か、公比1だったらあれだな、項数かける初項ですね。そうすると 5×8 で40ですね。 S8 が40と、まあ、ここら辺は、まあすぐかなという感じですね。で、次も間違ってないか、一応最初に、あれですね、等比数列の和 S を求めようってやつですね。括弧1番が初項が1、項比が2、末項が128だよね。12になってるな。で、括弧2が初項が243、項比がマイナス3分の1、末項が3ということですね。そうするとまずね、項数出さなきゃいけないので、an イコール a が1なんで、まあ省略で、2の n マイナス1、これが128になるって言ってるから、そうすると 2n、イコール、これマイナスってことは2分の1してるってことなんで、要するにこういうことですよね。2分の1の128だから 2n イコール256、そうすると n イコールこれ8になりますよね。で、ここから s の8ですね、8の項比が2だから 2-1 で、初項が1だから2の8乗マイナス1になりますかね。そうすると、まあ、ここ1になっちゃうんで、2の8乗っていうと、いくつだ、256か。256マイナス1だから、255が S の8になりますよね。8と。で、お次ですね。括弧2ですね。括弧2は初項が243で、 R がマイナス3分の1だ。マイナス3分の1の N 乗、これがマイナ、3になるか、になるって言ってるから、で3分の1の N 乗で、243の3と。で、これ81分の1になりますよね。っていう、これマイナス1か。マイナス1がつかなきゃいけないから、そうすると、マイナス1って場合は、3分の1のマイナス1なんでね、ここが3になりますよね。で、そうすると、3分の1の n の
27分の1、ああ間違えた、でここをこうした方がいいか、マイナス3分の1の4乗で n マイナス1の4で n イコール5で5項だよって出るから、今度は s の5の1のマイナスのマイナス3分の1で、初項が243で、1マイナスカッコマイナス3分の1の n 乗、あ、じゃなくて5か、5乗だってなるから、ここが下が3分の4で243マイナス、プラス243分の1ってなるから、4分の3括弧243プラス1で、これが4分の3かける244で、3×61 で183ですかね。っていうふうに出ればいいかなという感じですかね。で、お次いきましょうか。ちょっとね、ここ手間取ってますけど、45ですね。で、45はどんな問題かっていうと、初項が5、公比が2である等比数列において第5項から第10項までの和を求めよと言っている問題ですね、で、これもね、まず SN 作っちゃいましょうかね。 SN で、公比が2なんで 2-1 の5の2の N 乗マイナス1で、そうするとこれって5括弧2の n 乗マイナス1になると。で、あとは S10 マイナス S4 っていうふうにすればいいですよね。で、10を代入するんで5の括弧の2の10乗マイナス1と引く5括弧2の4乗マイナス1で、そうすると5括弧2の10乗マイナス2の4乗っていうふうになりますね。1は消えちゃいますんでね、マイナマイナでね、で、5括弧2の10乗だから1024引く16なので、5×10085040っていうふうに出ればいいですかね。で、あともう1問ぐらいいってしまおうか。で、46もやっちゃいますね。46はどんな問題かっていうと、1日目に10円、3日目に30円、2日目に30円、3日目に90円というように、前の日の3倍の金額を預金箱に、貯金箱に入れていくと1週間でいくら貯金することができるかってことは、これまあ初項が10で公費が3ですよね。で S7 1週間7日なんでね。で、3-1 で初項が10で、3の7乗マイナス1っていうふうになりますよね。でこれ 3-1 で2なので、10割る2だから5で、3の7乗だから 2187 マイナス1、そうすると 5×2186
で、0の3の9の10だから、まあ、答えとしては19,300円っていうふうになりますかね。ちょっと長くなったんでここで一旦切ってですね、また次の動画で解説していこうと思います、もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。